マイファミリーウェーディングは2010年のアメリカ合衆国のロマンティックコメディ映画。監督はリック・ファミリーは出演はホレスト・ウィテガー、アメリカ・フェレーラ、カルロス・メンシアなどアフリカ系の青年とメキシコ系の女性の結婚をめぐって双方の家族同士が競い合う姿を描いている。日本では劇場未公開だが2011年8月3日に DVD が発売された。 アフリカ系の青年マーカス・ボイドとメキシコ系の女性、ルシア・ラミレスは結婚を決める。そこで双方の家族を招いた食事会を開き、その場で結婚を発表することにする。ところが、食事会の席に現れた二人の父親は少し前に偶然で会っており、その際にトラブルになっていたのだ。すっかり犬猿の中となっている二人は互いの価値観や、 文化的背景の違いから、ことごとく対立する。カッコ内は日本語吹き替え。ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、マイファミリーウェディングは、期待の持てる、基本設定と才能のあるキャストをほとんど活かしていない、空空々しく、嘘っぽい作品である。であり、87件の評論の内高評価は15%に、当たる13件で、平均点は10点満点中3。 7点となっている。メタクレティックによれば、24件の評論のうち、高評価は3件、賛否混在は12件、低評価は9件で、平均点は100点満点中38点となっている。ありがとうございます。